日本人が海にどれくらい興味を持っているかなどの海に関する調査結果が公表され、海は大切な存在だという人が多い一方で、海が好きだという人は全体のおよそ4割と年々減少傾向にあることが分かりました。この調査は海の日を前に日本財団が行ったものです。海は大切な存在である、イエスと回答している方が約7割います。一方で海が好きだの回答は4割にとどまっているというところです。2019年から見ますと13ポイント減少をしています。日本財団では海は大切であると認識しながらも、海への好感度は年々下がっているのが現状としています。家から海まで遠いから、海に行くという発想がそもそもないから、時間がないから。今回初めて小学生の実態も調査。 75% の小学生が、海に行きたい、全世代の 59%、 高校生の 68% に比べてもこれ高い数字出ています。小学生は全ての年代と比べて一番海に行きたいと思っている年代だと。日本財団では海への関心が高い高校生世代や、海に行きたい割合が多い小学生世代などと連携し、海への好奇心につながるプロジェクトを推進していくということです。親が連れて行ける行けないにかかわらず、この海の体験ができるように、学校の自然教室ですとか、あるいは地域の連携を促進する活動に注力していくということが大事かなと思っております。海と日本、動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。